最終ゴールが渋谷スクランブル交差点、あそこで撮影終わりですはい、家にですか、はい、うん、携帯忘れてきてた俺。じゃあ一回家寄りましょう。うん、ちょっと今からお互いのバイクを交換して乗ってみます。お願いします。お願いします。僕初ハーレーなんですけど緊張します。これで渋谷のスクランブル突っ込んでいいんですか。ダメだよいや慎吾自身もダメだろ。いや突っ込むっていうのはそのこのまま僕が乗って行っていいんですか。あ、そういうことか。はいいいよ別に。ありがとうございます。だから止めるとこは任すわ。え、止める場所は。そうですね、ちょっとスクランブルじゃ過ぎて、うん、東急本店の方行きましょう。右に曲がって109の。ああ、オッケー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 。メガドンキの方ね。そうです、オッケー、お願いします。よし、お願いします。うわすげえ、でけえ。あ、でもなんか足つきはすごいいいっすね。オッケーです、お願いします。初めてだね。あ、そうなんすか。おお、これがハーレーか、すげえ。一足二足でかなり引っ張れるよ。ほんとっすね。でもハンドルの位置もこれすごい運転しやすいっすね。うん、運転しやすい、めちゃめちゃいい。うわーすげえ、ソープランドピンクに乗っちゃいしまったいや俺もほんと人がまたがってるの初めて見たわ。わ、これあれじゃない、 Google マシンじゃない、後ろのボルボ。あ、これやばい、 Google に取られてますよ。中さん、ソープランドピンクが。いやこれ Google だよ、がっつりこれ。六本木、すげえ、 Google だ。六本木のマップ見た時に映ってる。いやべ、映り込んじゃったよちょっと Google ですよあれ。 Google マップチェックしないと六本木にこのバイクぴったりっすね。うわすげえすげえ、すごいよ、 Google がカメラ撮ってますよあれ。うわ乗りやすい、乗りやすいでしょ。なんか姿勢がすごい楽です。また開いてても開きやすいですね。またどうですか僕のバイク。非常に何ていうの、ライディング姿勢が高い、見やすいね。これ乗ってるとそうかもしれないです。だいぶこれ車高低いですもんね。うん、すげえ、人気バイクに乗れたよ。やっぱ旧車だからかな。はい、フットブレーキが、フットブレーキもうほとんどなかなか効きづらいですよ。グッて踏まないと。これフットブレーキある？ありますよ。ちょっとちょっと深めなんですよ。後ろドラムなんで。あ、ドラムか。やっぱこれ両方ディスクじゃないですか。しかもダブルディスクですかこれ。そうそう。あ、ダブル？あ、違う、片側か。やっぱブレーキ性能とかはね、昔のバイク本当止まんないですよ。やばい、Google ずっと撮られてますって。いや手振ってもわかんないでしょ Google。いや Google に映っちゃったよ。これやばいっすよこれ。やっぱクラッチが慣れないな。やっぱ全然違いますねバイクによってこの癖が。あ、信号いいね、似合うね。え、ハーレーですか。うん、似合ってます。乗り慣れてる感じがバックミラー越しにするよ。いやなんかめっちゃいいっすねこれ、楽、姿勢が。六本木だあれ、西麻布を頭上から越えますよ。行きます。うわー混んでる。あー混んでるな。やっちまった。いやでもやっぱエンジン 1300cc でかい、振動がすごい、ずーっと揺れてる。こうやってそうか、もう帰宅の時間か、そろそろ。まあでもここはいつも混みますからね。やばい、ハーレーはハーレーでこれ楽しいかもしんない。なんかいつもやっぱちょっと前傾姿勢なんで、こういうなんか
沿って乗るっていいっすね。前傾それ？いやこれは違います。ちょっとそこの後ろに反る感じなんで、そういうバイクはやっぱ前傾姿勢が多いんで。でもそうだね。ここら辺にしてるバイクってこれもう運転しづらくないですかね。もうチョッパーみたいな上のハンドル。それ本当はもうちょっと高かったんだけど下げたのよ。あ、そうなんすか。うん。このなんか振動が直で来るのいいですね。下からドーンと。そう、ずっと揺れてるよね。はい、すごい揺れ、本当に全然違う。これが 1300cc か。こいつはやっぱちょっと振動そこまであるけど感じはしないね。まあそうですね、650なんで取り回しはすごく楽だよ。いやまあそうですね、乗りやすいと思います。すごいツーリング動画でこれまさかの渋滞ずっとハマってるって珍しいですよあんまりない絵ですよこれ。斬新ですよこれ。ある種バイク乗り換えてからずっと渋滞ですやっぱ都内のリアルをお届けするという、都内ってこんな感じですよというね。これすごいね。大丈夫なのこのバイク。え、いやもう今暑くなっちゃってるんでエンジンね止まるんすよ。ちょっと休ませないとダメなんだ。これが旧車です。そうなんですよ、特に昔のバイクも空冷で走ってないとエンジン冷やされないんで。そうなんだよな、下にも休んでたもんね。はい、ああまただ、引っかかっちゃった。渋滞動画これはこれで斬新。あ、手振ってくれてますよ。やっぱりこのソープランドピンクがもう有名すぎてねおざーす。はい、あーどうも。なんだよそれ。もう知り合いでした。どうも。なんだよそれ。大塚の焼き鳥屋で一緒でしたじゃないんだよ。ありがとうございます。その説は何友達。あれなんだ、なんか居酒屋で一緒になったんす。わあ、お客さん。はい、よくそれで仲良くなれた、ね、なんかでもお見かけした顔だなと思ってたんですけど。いやめちゃめちゃエンジン熱いっすけどうちももうやけどしそうなんすよ、ね、本当。そうか、俺はじゃあ慣れてんだな。内ももがもうこれ短パンで乗ってたらやばいっすね。いや短パンで乗ったら終わりよ。内ももがやばい。うん、イエイエイ。あー気持ちいい、風が気持ちいいぜ。あー渋谷見えてきたよ。まもなく渋谷ですね。いよいよ渋谷が、ゴール地点の渋谷が近づいてきましたゴール早かったなでも渋滞したから結構時間かかりましたね。渋谷もさ、昔はこんなに高いビルなかったもんな。いや増えましたねここ5年ぐらいで。東急の大開発だって、まだ今作ってますからね、こっち側の作ってる、まだ新南口の方は今、またどでかい敷地で。そうなんだ。はい、なんかやたらその土地に詳しいね。なんか王様のブランチでいろんなとこ行ってるんですよ、はい、新しくできたお店とかってそうか、さすがだな。はい、
潤さん、潤さん、まもなくこれ渋谷ゴールです。ちょっと待ってくれよ潤さん。どこどこどこにどこにどう止めんのこれ。めちゃくちゃ人いるじゃん。とりあえずスクランブルの前にそこ止まってください。こんなに人いんの。行ってください行ってください。これはちょっと待ってくれよ。むちゃくちゃ人いるじゃん潤さん。めちゃくちゃすげえ渋谷だ。ソープランドピンク渋谷上陸でございます。すげえすげえな。初めてだよバイクでこんな渋谷来たの。本当っすね。僕もなかなか来ないっすよこれ。すごかったな渋谷。ちょっとドキドキしたな。いやスクランブルすごかったっすね。うん、到着。お疲れ様でした。なんか短い距離だったけど最後ぐっと疲れたな。そうですね、やっぱり緊張感半端なかったですね。渋谷に入った途端ぐっと緊張しちゃった。はい、だって人すごかったですすごかったよね本当に。いや本当に渋谷の交差点入った途端、うん、もうこのなんていうの Bluetooth で飛ばしてるのが全然聞こえないな。もうやっぱその音が街の活気環境音が、うん、すみません、ありがとうございました。あ、終わり。はい、あ、何も検証してなかったじゃん。はい、何も検証しなかったじゃん。いやちょっともうあの恥ずかしくなっちゃってなんで恥ずかしいっておい、はい、止まれないよ。とてもじゃないけどちょっと止まる勇気なかったです。ほんで一回さ渋谷入る前にさ、はい、あ声かけられた、やっぱバイクすごいですねって慎吾の焼き鳥屋の友達だったじゃん。すいません、実質だから声かけられなかったですほらね、渋谷ってそういう街なんですよ。はい、今日も楽しかったです。プチツーリング、ありがとう。ありがとうございました。またじゅんさんのチャンネルでもコラボしてるんでよかったら見てください。お願いします。じゅん、ようこそフィレッジへ。